仮面ライダーセイバー、スーパーヒーロー戦記をドラゴニックナイトからなんちゃって改造していきまーす。まずはスカートの模様を取って表面を平らにしていきます。デザインナイフで削ぐように取っていきます。あまり深く削いでしまうとへこんだ跡が取れなくなってしまうので慎重に削いでいきます。400番でやすった後1000番で仕上げています。削る前と比較して全然イメージが変わりました。次は腕です。まずは左腕のドラゴニックブースターを取っていきます。グリップを握っているのでここを取るのが大変でした。次は肩です。飾りを取って全カイザーっぽくしていきます。本体と合わせて肩のラインを見ています。次はボディです。シールを貼るので段差を取っていきます。襟は設定でないので取っちゃいます。後ろ側は取ると穴が開いちゃうのでほどほどに残しておいています。はい、いい感じになってきました。胸の中央の丸いパーツは100均の粘土で作ります。はい、ヤスリをかけてきれいに整えていきます。色塗りの前に元々の塗装を落とそうとしましたがちょっと無理でした。はい、ガンダムメタレッドで塗っていきます。これ隠蔽力がとっても強いので下地が黒なのに全然平気でした。これすごいです。はい、次は顔です。顔は色塗り以外変えてません。ドラゴニックナイトそのままの顔なんですね。はい、腕の塗装はヤスリで落としました。溝に残った赤は墨入れでなんとかなるかなと思っています。はい、次は青です。ガンダムメタブルーで目を塗っていきます。本当に隠蔽力が強くていいです。はい、次はガンダムゴールド。裏面はドラゴニックナイトそのままです。はい、このゴールドは全カイザーの角のイメージですかね。
はい。手首は段差がないので色分けだけでやっていきます。はい。次はシルバー。スーパーヒーロー戦記のワンダーライドブックは白なのでシルバーにしました。はい。最後は黒です。マントの裏側は設定では赤なのですが、足とつながりそうなので黒にしちゃいました。次は墨入れです。ほとんどグレーでやってますが、目のスリットとマントとの境目は黒でやっています。手首は段差がないので自力で引いています。やっと最後です。4色ラインを作っていきます。黄色はシルバーにマッキーの黄色で作っています。はい。裏面に両面テープをつけて作っていきます。各3本ずつ作っています。はい。あとはひたすら貼るだけです。はい。カットはそのままデザインナイフで当てて切っちゃいます。はい、完成です。いろいろ違うところはありますが、それらしくできました。